陳広樹寺画像1635代、北国立呼吸博物院、千文君授業図部分1638年、クリーブランド美術館、陳広樹樹樹9年は、中国民末新書に活躍した文人である。特にその画業は後世に大きい影響を与えた。樹王将校、レン、ローチ、カ海チ、ドルチと称した。石膏将初期の生まれ、陳広樹は、 死大部の家系に生まれ、早くから、画の才能を発揮した、学府の家の壁に、幹部像を描いて、家人を驚かせたエピソードが伝わっている。しかし、父を早くに失うと兄との間で加算の、相続問題が生じて、家族と孤立したためわずか14歳にして、家を離れ、画を追って暮らした。 やがて、流宗衆や王道衆らと知域となり強い愛国心が、芽生え貧しい民衆への慈しみを持つようになる。万歴46年に諸生となるが、長らく家去に旧大できずにいた。画面が高まってきた頃の数定15年に、奨学金を受けて、国子官生となるが、学校として扱われることを嫌い。翌年には職を辞して帰郷してしまう。すぐさま郷里に新軍が進行してきたため戦火を避けて、 創世に身を置き、将校のジョイの旧宅に身を寄せた。順次9年に、ようやく故郷に戻ることができたが、同年のうちに没する。去年55、念仏を唱え結果不座のまま絶命したという、陳の学問、芸術に対する態度は常に厳粛であり、死書がに欠出した。友人の修了校は陳を、奇癖ありと表現しているが、無来な性格で酒と女性をこよなく愛した。 金銭や名誉に屈服することなく、生涯を通じて、文人としての教授を貫いた。画は、はじめ節派の絵師である、蘭明や孫に学んだ。蘭明は陳を、天授の際であると褒めている。その後、李光林、修法などに、司法師、闘争の古画の林網を通じて、技法を学んでいる。山水画、課長画、人物画を得意とし、版画の下絵なども描いた。 特に人物画は独特で強い線描に、人物の姿がデイホルメされ、見るものを引きつけずには置かない。戦国時代の政治家である屈原の愛国心に共鳴し、屈原をテーマにした作品を多く手掛けているが、屈指高銀図は、屈原の代表的な肖像画と言われる。また水庫伝の挿絵用に作成した、水庫洋子は挿絵版画の最高傑作とされる。その他に、旧数、清掃機。 ユアンヤン塚教皇記、ヒロシコ陽子などがある。当時北京の最古中と名声を分かち、南陳北斎と称用された。陳の画業は、陽州八海や任熊、任薫兄弟らに大きく影響を与え、身長末期に現れた。任白年はその威発を継いだ。ありがとうございます。